宿の用意があるって言うけどさ、レナのスルドだよ。だからって今から町の外で八重ってわけもいかないだろ。私はその方がマシだけど、ネコミを襲われでもしたらどうするの？それはないだろう。襲うつもりなら宮殿ですればよかったはずだ。真意はともかく、敵意がないのは本当だと思う。だったらこんなところで立ち止まってないで早く行ったらどう？擦り切れた毛布、固い寝床、臭くてまずい食事。何の話？労働の見返りさ。カラグリアじゃそれが全てだった。ここももらえるものは同じなんだろうが、質がまるで違う。ついでに自由に使える時間まであるらしい。こんなのどう受け止めたらいいんだ？カラグリアがことさら過酷だったってことではないの？シスロディアだって同じさ。寒いから建物と衣服だけはまともだったけど、登校記送りは懲罰だから、そもそも報酬なんてなかったしな。うん、あとは食べ物や生活の品を作るのが仕事だったけど、大半はレナのものだったし、見返りらしい見返りがなかったって点ではシスロディアもカラグリアと大差なかったよ。じゃあやっぱりここが変わってるのか。変わってるっていうか異常っていうか。でも奴隷には違いないんだよな。そうだよ、いくら喜んでやってるって言ってもさ、何が正しいのか。まったく頭がどうにかなりそうだ。スルド、キュオハリムか。今まで出会ったスルドとは随分毛色が違うな。キザなヤサ男っぽく見せてたけど、シオンの不意打ちにすぐ反応した。強いぜあいつ。ああ、さすがスルドの一角を担うだけのことはある。それに飯もうまかったしな。なんで褒めるの？相手はレナのスルドなんだよ。だが敵対する気はなさそうだった。そうじゃないわ、無関心なのよ。あらゆるものから距離を置きたい。私にはそう見えたわ。だとしてそれでどうするんだ？町も平和だし、言われた通り放っておいていくのか？そうだな。とりあえず今日のところは宿に泊まって考えよう。こそトツクニの方々、スルド閣下の使いの者より受けたまわっております。はるばるのお越し光栄に存じます。どうぞごゆるりと。思ったよりまともね。え？部屋の話よ。ああそうだな。大丈夫？なんか目がうつろだよ。いや、なんかさっきから少し頭がぼーっとしてて変だな。疲れかもな。俺も妙にだるい。アルフェンも？いいこと。まだ私たちはここに来て何もなしていないのよ。しっかりしなさい。すまない、今日のところはこのまま休ませてくれ。明日朝またこの部屋に注文しよう。いいけどちょっとは用心した方がいいよ。安全って決まったわけじゃないんだから。二人とも大丈夫？ああ、一晩寝たらすっきりした。何だったんだろうな、慣れないごちそう食べたせいか。それなんだけど、やっぱり食事に何か入ってたんじゃないの？本当に殺すつもりなら二人ともとっくに命はないわ。
警告という可能性もあるでしょうけど。そういえばリンウェルは全然食べてなかったよな。腹減らないのか。後で自分で用意したものを食べたから。もったいない、あんな料理めったにお目にかかれないぜ。逆に聞きたいくらいだよ。敵に出された料理をどうして平気で食べられるわけ。いや、でもシオンだって同じもの食べてただろ。同じ猿から取り分けてたぞ。レナには効かない毒だってあるかもしれないじゃない。よせ、リーメル。猫、どこから。なんか変わった飾りの首輪。待てよ、まるで呼んでるみたいだな。追いかけよう。あ、ちょっとラオ。見失わないようついていくんだ。どうしたんだろう、急に。つなぎかもしれない。つなぎ。ああ、人目につきたくない連絡に訓練された動物を使うんだ。あの猫がそうだって言うの。誰かが私たちを呼び出そうとしてるってこと。確証はないけどな。すごいな、よく気がつくもんだ。古巣で仕込まれたってやつ。愛らしいわね。何か言ったか。ねえ、あの黒猫本当に誰かの使いなの。誰かに仕込まれてもしなきゃ猫があんな風に導いたりはしねえだろ。わからないよ、猫なんて飼ったことないし。それに絶対フルルと喧嘩になると思う。フル。だが何者だろうな。スルドの仕業とも思えないが。理由がないわ。もっともスルドの配下でないとは限らないでしょうけど。部下が勝手にやってるかもしれないっていうのか。あのテュオハリムという男、スルドとして以前にレナとしてもかなり変わり者よ。皆が皆彼に賛同しているとはとても思えないわ。引き返すなら今のうちよ。行くさ。俺にはまだこの国の本当の姿が見えないからな。わからないが、見失わないようにしないとな。よく仕込まれてやがる。可愛い猫にしか見えない。猫、見失っちゃったね。ただ、ここに連れてきたということは、この先に何かあるんだろう。奥へ進んでみましょう。地下の森っていうだけでも十分不思議なのに、ズーグルがうろついてるなんてゾッとしないな。なあ、いくら城壁で囲まれてたって足元がこれじゃおちおち眠ることもできやしないぜ。ズーグルはレナのしもべ、その心配はないわ。はぐれがいても近づかせないでしょうし。ズーグルでズーグルを見張るか。道理で装甲兵の一人も見当たらないわけだ。誰かが身を潜めるにはもってこいだな。うわっ！すまない、足が滑った。大丈夫か。あなたこそ。いえ、大丈夫なんだったわね。あなたは普通なら叫び声が上がってるところよ、あなたのね。ん？ああ、イバラか。そうだな、俺には無害だ。それよりいきなり触れたりして悪かった。そうね、気をつけて。
ねえ、アルフェン。ん？いえ、何でもないわ。気にしないで。何あれ。強くなりすぎたのかもしれない。いいことだろう。乗ってこいよ。これだけ木が大きいのはやっぱり精霊力の影響ってやつなのか。可能性はあるけど、もともと木って時間かけてすごく大きくなるからね。武器の素材になるぞ。お願い。
時には必要よ。ちょっと無理しすぎかもな。私でもやっつけられそう。装填でスカートルスカーどういうことアロイン。うまくまにたかん油断はしないで。私なら分かった味方よ振り注げ外さないわ死の力を呼び戻すやらせない私後ろからくっそーと巻き込め近いったとどめだこれで終わりだその調子で続けなさい言いたいことでもあるのいけるぞすげえな、そんなのわかるのか。ローが夜中何してるのかもわかるよ。なに？マジかよ。悪くなかったわ。
そうかもね。カラグリアは作るの確認。で、同点で戦闘レンダルゲンダルダジングダルバレすぎだろ。俺の人気来たかガロー放送レンダル出さない。ミガに出てきて出さない。スルソーライザー見たか。鍛えた甲斐があったな。ウーナッツの勇気だ。ウーナッツの勇気だ。ウーナッツの勇気だ。この調子で決めるぞ。言われなかった。これ以上の戦闘は危険よ。そろそろ極上の動物たち近づくだったかも。
装備は見…直したか。しかし見たこともない植物だらけだな。よくこんなに育つもんだ。カラグリアは岩だらけだし、シスロディアは危ない。うわっ、なんだこいつ、ズーベルか。でかいぞ、みんな気をつけろ。植物なら植物、じっとしてろ。無駄口叩いてる暇があったら戦いなさい。分かってるよヤソリ。大丈夫かみんな。ねえ、これ本当に罠じゃないのかな。そうでないことを祈ろう。
いたぞ。まだ追いかけっこは続くみたいね。精度が上がったわ。野宿は嫌なの？こんなところで焚き火なんかして大丈夫なのかな？火事の心配か？しっかり消せば平気だろう。むしろ火を恐れてズーグルが寄ってこないし。あなたたち、ここに何しに来たのか忘れてない？いいじゃないか、肩の力を抜くのも大事だろ。好きにすればいいわ。どんなもんよ。シオン、少しいいか？そろそろ休みましょう。おはよう。行きましょうか。ここまで来て何もないってことはないでしょうね。少なくとも無駄骨じゃなさそうだぜ。本当に？まあいいや、追いかけよう。